その数秒間にはもう激流ですかね、黒い波が来て主人がすっぽり包まれた。あー、みんなだみんなだ。ていました。家ごとだから流されたのが、その時はねもうダメだと思いましたよ。黒い津波の急激な水位上昇に見舞われた獅子折地区、206人の住民が犠牲になりました。